はい、こんにちは。自在な整骨院針灸院の内田です。今日も体のお悩みや健康に対する情報を発信していきたいと思います。今日はですね、結構悩まれている方も多いかもしれないんですけど、薄毛について話していきたいと思います。髪の毛ふさふさな人とかには、ちょっと関係ない話になってくるかもしれないんですけど、まあ、最近こう生え際がとか M 字になってきたとかで、またてっぺんがちょっと薄くなってきたかなって思われてる方についての情報ですね。で、まあ、この薄毛の人に対して、まあ、薄毛の対策ですね。一番身近にしやすいっていうのが多分育毛剤。だったりとか、薬用シャンプーだったり。まあ、よく聞くと思うんですけど、まあ、今日はですね、このシャンプーの方についてお話ししたいと思います。シャンプーもですね、裏の成分表示をしっかりと読んでいきたいです。ここにですね、ラウレス○○と、まあ、ラウレス硫酸だったりとか、まあ、ラウレスなんちゃらとか入ってるシャンプーは NG です。これはダメです。これはですね、まあ、その少量で、まあ、大量のものを作る、安価なものを作るっていうことで作られてて、これを使い続けるとですね、髪の毛のタンパク質を分解してしまいます。だからさらに薬用と書いてあったとしても、まあ、だん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 毛が薄くなっていくわけですね。なのでこの薬用シャンプーと書いてあったとしてもですね、また後ろの成分表示絶対見てください。でこのラウレスって書いてあるやつはもう使わないようにしていってください。じゃあですね、まあ、今日は以上になります。また次回からもですね、健康に対する情報だったりとか、まあ、体のお悩みを対する情報っていうのを発信していきたいと思いますので、また次回もお楽しみにしてください。